セロリとアキラのパポリラワンポイントレッスン。今回は速いパッセージ、細かい音符ですねを、上手に弾きこなすコツについてお話ししたいと思うんですけれども、うん、まあこの曲集にも、なかなか難しい細かいところいっぱいありますね。ウィートナーはポポリラポポトリカ。いいテンポの曲ですからね、うん、そうすると16分音符がかなり早く動かないといけないことになるんですけど、そうですね、これ難しいと思うんだけど、なんかコツありますか？頑張らない。頑張らない。みんなこの曲をね、例えばレコーダーで吹くことを考えてほしいけども、ドゥッドリロリロロってこのその最初のツッと同じぐらいの感じで全部のね、あの音符に息を入れようとすると多分ドゥッ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 ピーってなるでしょ。はいはい、ピヨンってなりますね。だからそのやっぱりこうあの管楽器での息の量っていうのも、こう音感によってね、その細かい音符ほどあの少なくなるし、なるほど、あのなんかピアノに対してはですね、そうですね、こうあのタッチをね軽くしてあげる、あ、はい、ね、だから、これだと全部にこうじゃなくてね、そう、はい、なるほど、こう力の抜け方もいい具合になってるっていう、ね、そうですね、はい、あの軽くしてあげることですね、やっぱり頑張らないことが大事ですよね、うん、そうすると意識としては、うん、こうそしらしドラを全部追っかけるっていうよりも、こうちょっとね、うん、なんていうかな、旋律のラインをたどってあげて、うん、ここはそしらしドラっていうのはソにいてラにいてちょっと行って戻ってきて、うん、またソに戻るみたいな、うん、そう、ちょっと辿ってあげると、うん、あんまりね、全部こうソシラシドラって全部歌おうとしない、あ、なるほど、そんな感じに意識しますね。あの早口言葉だったら、はい、生麦、生米、生卵って言ったらちょっと綺麗じゃないけど、そう、あの、ね、大きい口開けていったら言いにくいですよね、うんうん、ちょっとあの口をすぼめて生麦、生米、生卵スラサッと言ってあげると綺麗に、まあ、ね、まあ、言えたことにしましょう、綺麗、はいはい、うん、になるっていうことですね、はい、もう一曲例出しましょうか、ティアレマオリの里にての途中に16分音符の3連符、ね、なんかティアレマオリの花が香り立つようなね、うん、美しいところ、はい、スピードで動かさなきゃいけないですけど、うん、はい、ここもやっぱり同じです。そうですね、ミハミレミレドレドっていうふうに思わないで、うんうん、こういうの刺繍音っていうんですけどね、行って戻ってくるの、はい、刺繍しているようなことですね。そうするとその骨格になっているところ、うんうん、装飾のところはちょっと外して考えておいて、うん、そうするとね、こう軽やかになんか香り立つような感じ、うん、なるほど、なるんじゃないかな、なるほど、ね、いいことをいろいろ教えていただきました。だからやっぱり指の練習をただするだけじゃなくて、そのフレーズの骨格のことを考えてみたり、うん、そうですね、するな、マムギのところはどこなのかとかちょっと考えるといいかもしれないですね。はい、皆さんも頑張ってください。